皆さんどうもこんにちは、リューティーです。今回はペルソナ5ザ・ロイヤルのファミ通紹介をしていきたいと思います。ペルソナ5の申請に備えましょう。これ2016年に発売されて以来、国内外でも多くのプレイヤーを魅了して、さらにはテレビアニメスマブラ参戦などを果たしたペルソナ5、その申請を掲げるタイトルで、これまでに語られていなかったさらなる真相へと迫る最新作ペルソナ5ザ・ロイヤルがいよいよ明らかになります。ペルソナ5は、悪しき大人によって未来を奪われそうになった少年少女たちが心の怪盗団を結成して世直し稼業に挑みます。 RPG としては珍しく、ピカレスクロマンと悪人を改心させて逆境を打破するカタルシスに満ちた作品です。とりあえず物語を彩る新たな少女を紹介します。まずは吉沢かすみ、キャラクターボイスは雨宮空さんです。本作における新要素の筆頭と言えるのが初めて登場する少女、吉沢かすみです。物語が始まる4月から収集学園に入学して、序盤から主人公との接点も生じる模様です。中学時代から新体操の選手として優秀な成績を収めていて、将来性を 学園から期待されている彼女の目に主人公はどう映るのでしょうか。主人公のことは思いつつも、心の怪盗団に対しては今回公開されたスクリーンショットから察するに、主人公に対しては好意的に接していますが、世間を騒がせる心の怪盗団については、開示的な考えを持っているらしく、開示的開業的まあいいや。やがて怪盗団のリーダーを務める主人公の素性を知ったときに、そして経緯は不明ですが、かすみも怪盗団と行動を共にするようになったとき、彼女は何を思うのでしょうか。彼女ならではの視点が物語に荒風を吹き込み、さらに華麗に戦う彼女は果たして敵か味方か。まあそうですね、怪盗姿のかすみ堂々参戦です。例の場所を共に探索。方々吉沢かすみの怪盗姿はなんて言いますかね、ハイレグ来たような、ハイレグ姿に仮面をジョーカーの仮面をつけたような感じです、ね。まあ、ちょっと黒っぽい仮面になっていますね。彼女との交流はペルソナ5のお楽しみ要素といえば、怪盗団の仲間や協力者との絆を育むコープや日常のやり取りを交わせる SNS の仕組みも欠かせません。かすみとも何らかの形で交流できることを期待せずにはいられませんが、詳しい続報はまた次回期待しましょう。まあそんな感じですが、今回はこの辺でペルソナ5ザ・ロイヤルのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。